はい、今回の超人紹介なんですが、今回はジャンクマンですね。はい、悪魔ロック氏の一人です。まあ自分これパーフェクト人編で評価が爆上げした超人の一人なんですけどね。まあこれ何回も言うように悪魔超人全般的に上がってるんですが、このジャンクマンっていうのはね、またね、評価がぐんって上がった、超人だったんですよね。まあ早速ちょっとね、紹介、基本データからいきましょう。身長190センチ、体重115キロ、超人強度が600万パワーで、オーストラリア出身、まあアトランティスと同じ、国の出身ですね。で、自分ね、こう体重見たとき115キロってあるんですけど、結構これよりね、重い超人ってたくさんいるんですけど、ジャンクマンってジャンクハンドが個人的にすごく重そうなイメージ持ってたんで、もっとあるのかなと思いきや、まあそれほどでもないかなと。ちなみにこの115キロって確かそのザ・ニンジャと同じなんですよ。ザ・ニンジャも確か115キロだったんで、そう考えると思ったより身軽かなっていうのは思いました。ちょっと鉄がどれぐらいの重さっていう、そういう知識はないんですけど、自分は。で、説明を、続けるとですね、まあ、両手のジャンクハンドは高度9の物質も、スクラップにします。で、またジャンクマンが司るナンバー3血の海地獄っていうのは、ジャンククラッシュで相手の血が全て抜き取られ、キャンバスを血の海にするっていったものだったんですよね。で、次にですね、主な技なんですが、まあ、非常にシンプルですね、ジャンククラッシュ、オーバーヒートジャンククラッシュで、ダブルフェイス、シャープネスジャンクアッパーなどがあって、まあ、ダブルフェイスっていうのは、まあ、後頭部のところにもう一つ顔が出てきて、それでまあ視覚をなくすっていうものなんですが、まあ、あとはほとんどジャンクハンドを使った技ですね。はい。で、次にですね、戦績なんですが、戦績はまず黄金のマスク編でロビンマスクと対戦し敗北していますね。まあ、序盤はジャンククラッシュでロビンを圧倒していくんですが、まあ、そのジャンクマンはですね、ウォーズマンの背骨を技と狙うことでロビンが技を回避できないようにするなど、クレバーな試合運びもしていましたね。さらにですね、ダブルフェイスで背後に死角がないっていうことも実証していまして、これはさっき言った通りです。で、まあ、しかしですね、そのロビンが途中でそのマスクの、ね、一部を、ね、剥ぎ取って身軽になったことで素早さがアップするんですよね。で、その素早い動きについていけずにずっこけて後頭部をですね、鉄柱にぶつけてしまうんですよ。その結果、その後ろの、ね、裏の顔を、ね、潰してしまうんですよ。これによってそのダブルフェイスが破られてしまったんですよね。ただまあその後ですね、そのロビンはですね、その裏の顔を潰すのに力を使いすぎてですね、瀕死の状態になってしまって倒れてしまうんですよね。で、そこでジャンクマンがですね、とどめを刺そうとジャンククラッシュを、かけに行ったんですが、まあ、ロビンに大量の血が付着していたためにすっぽりとね、抜けてしまったんですよね、ロビンの体が。で、宙に浮き上がったところをそのまま勢いでロビンがジャンクマンに対して逆タワーブリッジ、もしくはリバーストアブリッジですかね、を決められてしまって、敗北、死亡っていう感じでしたね。あのままなんか普通にジャンククラッシュで倒れてるところを押し潰せばなんか倒したかもしれないんですが、まあやられてしまったっていう感じですね。ちなみにですね、その次の戦いがザ・ニンジャ戦だったんですけど、でザ・ニンジャとブロッケン・ジュニアがね、上から落ちてきたんですけど、その時にね、そのジャンクマンの死体があって、その死体ってのは胸のトゲが出た状態だったんですよね。その、トゲに串刺しになる形でザ・ニンジャも死亡していますね。で、まあ、その後なんですが、一応なんか超人墓場からですね、逃げ出そうとしたらしくて、で、そこをね、オメガマンディクシアに捕らえられてしまって、コレクションの一つとして、オメガハンドに憑依させられてしまってましたね。まあ、だからあんまりこの時っていうのは扱いは良くなかったのかもしれないですね。だから、大井争奪編のその、オメガマン VS ジェロニモの時にちょこっとだけ出てたんですよ。で、次にですね、しばらく経ってからパーフェクトオリジン編で再び、対戦しています。ペインマンと対戦ですね。これですよね。勝利していますね。結構大金星っていう評価が多いと思います。自分もそう思いますね。はい。
まあ、序盤はですね、そのペインマンのボディに対してジャンククラッシュが全く効かずに大苦戦をしていたんですよね。勝ち目あんのかと思ってましたもんね、自分これね。ただまあその起点を効かせてですね、そのゴールドマンでも不可能だったそのペインマンのエアバッグを破壊することに、成功するんですよね。これどういうことかっていうと、要はジャンククラッシュを連発していくことで、それによって室内の温度が急激に高まったんですよね。で、その結果そのペインマンのエアバッグがどんどん膨張してパンパンになっちゃったんですね。パンパンになったところをジャンククラッシュで攻撃して、エアバッグを割ったっていう感じだったんですよね。はい。でその後ですね、まだそこではとどめはさせなくてですね、その後ジャンクハンドを一つね、犠牲にしてもぎ取る形で犠牲にして、でそれで身軽になるとですね、動きがスピードアップするんですよね。で最後は自らもぎ取ったジャンクハンドを利用してジャンククラッシュをペインマンに食らわせ勝利っていうことですね。まあ、結果ペインマンは体中のエアバッグを割られてしまい、まあ、死亡してしまいます。なおですね、その体を軽くしたっていう戦法はその黄金のマスケの時のそのロビンの戦い方から学んだようですね。はい、これは学研の図鑑にも書いてありました。でまあ、ジャンクマンもこの時ジャンクハンドを一つねもぎ取る時には、まあ、こういう時にはよどうすりゃまだ動けるのか知ってるぜみたいなことをね言ってましたんで、まあ、これはロビンのこと、ロビンのそのマスクを剥がしたっていう行為のことを指しているのかなとは思います。でまあ、対戦後ですね、ペインマンはですね、死の間際そのゴールドマンの行為がですね、無駄ではなかったっていうことを喜んで、まあ、ジャンクマンたちが、もはやただの下等超人ではないっていうことをね、ザマンにも見せつけてほしいっていうことをね、そういった言葉を残していましたね。まあ、ペインマンもなかなかね、魅力的な、キャラクターかなとは思ったんですけどね。で一つちょっとねこの対戦中のその回想シーンだったんですって、結構好きなね回想シーンだったんですけど、まあどういったものかっていうとね、試合途中にそのねスパーリングの回想シーンがあったんですよ。悪魔長者、主に悪魔ロック氏ですね、の、スパーリングのシーンがあったんですけど、その時にですね、ジャンクマンと、サンシャインがまあスパーリングしていって、でジャンクマンがサンシャインにジャンククラッシュを食らわせたんですけど効かなかったんですよね。だからその結果ちょっと、ジャンククラッシュをするのを躊躇してしまったんですよ、サンシャインに対して。でそこをですね悪魔将軍に見抜かれてしまって、で悪魔将軍はこういうわけですよね、まあ、貴様の誇りとはその程度のものなのかとね、悔しかったら、その技一つでこいつですねこいつを倒せるくらいまで、徹底的に磨き上げてみろって、お前の名は何だっていうところでいきなりサンシャインを、投げつけられていたんですね。悪魔将軍にサンシャインを投げつけられたところで終わっていた、まあ、ジャンククラッシュを食らわせたところで、まあ、終わったんですけど、その後どうなったかはわからないですね。サンシャインに、ジャンククラッシュが効いたのかっていうのはちょっとわかんないんですけどね。まあ、個人的に好きなシーンですね。なんかサンシャインってなんかそんな、なんていうのかな一応狩猟ですし実力もかなりあるはずなんですけど、なんだろうね結構コミカルなシーンが多いんですよね。ちなみにですね、ジャンクマンの新シリーズ、要は今の、6層格編ですね、そこの冒頭で出てきていて、その時にはもうね、ジャンクハンドも元通りになっていて、まあ、傷は感知していた感じですね。はい。で、まあ、最後なんですけども、やっぱジャンクマンっていうのはね、まあ、一応、他の動画でも何回でも言ってるんですが、やっぱ小さい頃ね、アニメで見ていた時っていうのは、やっぱ登場シーンも少なくてね、ロビンマスクにやられて終わっていたんで、印象は正直な話残ってはいなかったんですよね。まあ、強いとも思っていなかったんだけど、やっぱりそのパーフェクト隣人編で、まあ、ガラリとね、イメージが変わった超人の一人かなと思います。まあ、これもね、悪魔超人全般に言えるんで、ですが、その中でもその上がり幅ですよね。上がり幅に関して言えば、ひょっとしたらこのジャンクマンが個人的には一番ね評価が上がったんじゃないかなとは思ってるんですよね。はい。まあ、一つの技をね極めたいぶし銀っていう感じが本当になんかいい感じかなとは思ってます。まあ、だから最初ねペインマンと対戦組まされた時っていうのは、まあ、負けるかなとは思ったんですよね。その前に、まあ、悪魔将軍が相手とはいえ、そのミラージュマン、アビスマンって立て続けに連敗してるんで、まあ、この辺りで勝って
と勝ってそのオリジンの強さっていうの威厳っていうのを示すのかなと思いきや、もう一回ジャンクマンが勝ったっていう展開だったんでね、ちょっと逆張り張られたかなみたいなのがあったんですけどね、ちょっと予想できなかったです正直。はい、まあでもストーリーとしてはいい展開だったんじゃないかなとは思いますね。ちなみにね、まあジャンクマンは公式ファンブックでその超人のランク付けがされてるんですけど、そこでは一応スニゲーターとプラネットマンよりは格上に設定されていましたね。あとはもう横並びですかね、他のあの今挙げなかった悪魔6種のメンバーとは横並びだったと思います。はい、で、あとまあなんかちなみにそのピクシブ百科事典で見かけたんですけど、いやジャンクマンを考案した読者応募の超人なんですけどね、ジャンクマンもね、考案した人が実はその学研の図鑑筋肉マン超人の制作リーダーになったその加賀さんっていうんですかね、読み方加賀康彦氏なんですよね。はい、まあだから本人曰く当時中学校1年生だったらしくて、だ自分の考えた超人がジャンクマンが活躍してすごくね、あの周りからもすごいって言われてたんですが、そのストーリー展開でその自分の考えたジャンクマンがそのロビンを血まみれにしてるのを見てちょっと青ざめていたっていうエピソードがあるらしいですね。はい、まあそんな感じです。ということで今回この辺りで、あ、まあその前にその今後ですよね。はい、まあ、その新ストーリーでは万全、その完全に怪我も完治している状態なんで、何かしら役割が与えられるのかなとは思うんですけれども、まあ、対戦自体組まれるかどうかは正直わからないんですけれども、また何かね、そのジャンクマンにしかできないようなその大きな役割っていうのを与えてもらえると嬉しいかなとは思いますね。あとまあそのロビンマスクとの絡みはちらっとね、そのペインマン戦の戦い方、そのロビン戦法を学ぶっていう点では絡みはあったんですけど、まあ、そのロビンマスクの復活の方にも絡んでくるかどうかっていうのもちょっと気になるところではありますね。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。